それどころじゃねえだろ。伊豆のパパの葬式だっつうのによ。ご焼香させてもらおうと思ってさ。ありがとう。あれ、お前さ一人っきり？親類縁者一人もなし、なしごってわけ。いや、でもさ、パパの会社の人とか友人なんかは？誰にも知らせなかった。私一人の手で天国に送ってあげたかったから。愛してたんだな。まあね、言わせていただきますと、ママが死んでからってものは、私はパパの娘であり、妻であり、母親ですらあったんですから、一応は。最後の面倒まで、しっかり見ておきたかったわけ。パパが死んで、高校生の星泉は一人ぼっちになってしまった。同級生の三銃士友男哲夫周平がないとよろしく、泉の身の回りをあれこれと心配するけれど、泉はマンションの一人住まいを続けることを決心していた。しかしちょっと気になるのは、火葬場に列席していた見慣れぬ長身の男。マンションに戻ると、嫌になれなれしい女まで泉の帰りを待ち構えていた。あろうことか、その女真由美はパパの手紙を持参していた。その手紙には、商社員として海外旅行することが多いから危険も多い、万一の場合にはマンションで泉と一緒に暮らしてほしい、というパパから真由美へのメッセージが書かれてあった。星泉さんですね。お迎えに参りました。私の父はメダカ組の血を引いていて、組を継がせろと先代の組長が遺言した。ところが、やっと探し出した星隆さんは交通事故で死んじまう。で、火葬場行ってみるとセーラー服の可愛らしいお嬢さん立ってるじゃないですか。それが私。はい、甥御さんがダメな場合はその直系に継がせろとの先代の遺言ですか。お願いします。お願いします。お願いします。待ってください。待って、ちょっと待ってください。そんなの無茶ですよ。いいですか、私は高校生で、しかも女の子で。いや、ご心配なく。組長に年齢、性別の制限はありません。でも、無理です。ダメです。環境が違いすぎます。いや、何事にも最初あるもんです。経験積めないんですよ。何の経験ですか？喧嘩とか、博打とか、人殺しとか、そういう経験ですか？
嫌です。お断りします。冗談やめてください。でも結局ヤクザの組長を引き受けてしまうのです。ところでこのセーラー服と機関銃の企画の話を聞いたのはクランクインするかなり以前のことでした。最初は相米監督から簡単なストーリーを聞いたのです。とんだカップルを撮っていただいて、ぜひもう一度監督の作品に出てみたいと願っていたので、すぐその場で返事をしてしまいました。そして赤川次郎さんの原作を読んでからも、自分が演じられる演じられないという考えとは別に、わけもわからずやってみたい、映画化が実現すればいいなと念願したのです。何がそんなに私の気持ちを引きつけたのかということは自分でもはっきりわからないのですが、きっと一人の少女がさまざまな困難に当たりながらも体当たりしていって成長していくというドラマに強く惹かれたのだと思うのです。いよいよ映画化決定。カメラが回り出す前から大変な準備が待っていました。私が演じる17歳のヒロイン星泉のセーラー服一つを決めるのにも何日間もかけ、スタッフ全員が討論するという驚くような毎日になったのです。いよいよクランクイン。覚悟はしていたものの、監督の演出は予想以上に厳しいものでした。自分自身は一生懸命やっているつもりでした。でもよく全身に力が入ってない、足の先まで緊張しろと言われました。とんだカップルが終わって以来約1年の間、変な小芝居を覚えてきたんじゃないかと言われるたんびに内心反発はしていたものの、心のどこかで楽してきた部分があるんじゃないかなと自分に問い詰めてみたりもしました。苦労話ばかりになるけど、何度芝居の中に入り込めないで家に帰りたくなったことがあっただろうか。それだけに監督の OK が出るとほっとして、その度に嬉しさを味わいました。泉、星君ですね。星泉ですけど。新宿署の黒木と言います。刑事さんですか。出張の帰りにお父さんは空港でトレーラーにはねられた。そう聞いてます。連絡があった時には父はもう死んでいたんですから。
それは実はですね、突き飛ばされたらしいんです、トレーラーに向かって。それは殺されたということですか？貿易会社にお勤めでしたよね、お父さん。はい。外国へはよく行かれました。年中でした。あの、お土産なんかとは別に、こういうなんか小さい、こう小さい包みなんですけど、持って帰りませんでした。いいえ。一体何を調べていらっしゃるんですか？空港で殺人が起こった場合は十中八九密輸が絡んでるんです。密輸？つまりおっしゃってる意味は、父が密輸を？嘘です、冗談やめてください。謝ります。いや、あの、全てのものを疑うことから刑事の職業は始まるんです。嫌な家業です。信じてます、私も、あのお父さんのこと。じゃ、また。ヤクザの組長になったことで学校は退学になるし、刑事が訪ねてきて父には麻薬の密輸の疑いがあるというし、あの女性真由美さんは失踪するしで、動揺を隠せない泉は、しかし持ち前の気の強さで子分になったマサ、メイ、ヒコや佐久間とメダカ組の再建に乗り出すのです。しかし勢力争いでボス浜口組の直系の松の木組の嫌がらせにあったりで、多難な日々が続くのです。何も言ったのだ。してヤクザですわ。エリートコース一直線ですわ。あれ、ヒコは？あれ、組長も知らないんですか？昨夜マンションまで送ってもらってそれっきり。あいつ鉄砲玉よってんな、飛び出したらどこまで飛んでっか分からへん。はい、出ます出ます。はい、メダカ組。はい、そうですよ。え？あ？もしもし？もしもし？なんだ？妙な男の声で階段に置いといたって。何用いな。ちょっと見てこい。はい。兄貴。まさかダイナマイトなんか仕掛けてねえだろうな。機関銃の次はダイナマイト。かなわんで。ヒコー！ヒコー！ヒコ！
松の木組だ。機関銃ぶち込んだ上に一人ずつバラシにかかりやった。行こう、敵を取ってあげるからね。機関銃ぶち込まれて、大事な組員殺されて、黙って引っ込んでるわけにいかないわよ。冗談じゃないわよ。確信確信にいろいろな思い出があります。悲しかったこと、おかしかったこと、難しかったこと。そんな中でも特に思い出深かったものは、暴走族のシーンが怖かった。何しろ50台以上のオートバイや車で新宿通りを突っ走るというのです。夕方からずっとリハーサルを繰り返して、本番が回ったのは夜中の3時を越していました。やり直しの効かない1回勝負、緊張しました。オートバイの後ろに乗ったのですが、怖かった。前の夜に友達の家に電話したんです。もし転んでしまったらどうしよう。そうしたら、大丈夫、もし落ちたとしてもお尻から落ちるんだよ。普段はあまり怖がる私ではないんだけれど、バイクは道に転がっている格子一つでも転倒するんだなんて聞かされていたので、恐怖心がだんだん膨れ上がってしまったのです。いざ本番、耳をつんざくような爆音が恐ろしさも何もかも吹っ飛ばしてくれたのです。10メートル以上も高いところにクレーンで吊るされるシーンもありました。高いところは平気だからスタッフが心配しているのとは違って結構楽しんでいたのですが、最後にはコンクリートのヘドロの中に頭から突っ込まれたのです。ドブンとつけられ、また吊るされる。秋の初めになってしまった撮影、かなり寒い日で体の芯から震え上がりました。家に帰って洗浄液で目を洗ったら、コンクリートが出てきました。Oops.
する当たり前の虹、口づけするならしてほしかった、まぶしくない空、優しすぎて物足りない風。激しい知らなかったわ、あの人がメダカ組の人だったなんて。ヤクザじゃないかなとは思ってたんだけど、背中にあんなもの背負ってるし。汚いよ。獣じゃない、まるで。消えた真由美からの電話。宿り木という酒場で再会。真由美の生い立ちとパパとの出会いを聞くが、泉は不審な感情を捨てきれないでいる。そして佐久間の元兄弟分の萩原が誘拐のようにして泉を佐久間のアパートに連れていく。そこで目撃したものは佐久間と真由美の絡み合う姿だった。意外な取り合わせと男と女の世界を初めて垣間見た泉は大人への階段を踏み込んでしまう。そして事件は麻薬を絡め、さらに複雑に太っちょという巨大組織の大ボスが登場するのです。組長っていい匂いですね。
何にもつけてないわよ。そうですか。なんかお風呂みたいな匂いがしてきて。メイのお母さんに私が似てるわけ。あ、いや、俺のお風呂なんて飲んだくれのアバズレの男好きで。あ、すいません、なんか変なことまで喋っちゃった。あと自分でやるからいいです。私だってそうなるかもしれませんよ、大人になったら。優しいんですね、組長って。麻薬捜査がはかばかしくない黒木刑事は泉を訪ねて夜明け前にマンションへ来るが、泉の安否を気遣う佐久間の命令でボディーガードをしているメイと争いになり、ナイフを突き立てる。黒木の異常な行動に不安をなく傷ついたメイを泉は優しく解放する。そこへ突然やってきた萩原がメイを銃で撃ち殺した。泣きじゃくる泉を無理やり車に乗せて、萩原は不当中の山荘に向かう。ふとっちょのおじさん、よくわからん、下のボリューム上げて。なんだね。あなた精神病院に行った方がいいわよ。私が持ってもないヘロイン返せって言ったり、人が苦しんでるの見物して楽しんだり、病気を完全に。よろしい。それじゃあ私がなぜこれほどヘロインに執着するか教えてあげるよ。別に私はね、金儲けの目的だけでこんなことをしているんじゃないんだよ。ヘロインの中毒患者を日本中に何十万何百万と増やす。そしてその連中が禁断症状でね、七転抜刀するのを私はゆっくり見物するんだ。悪魔。ありがとう。その言葉は私にとって最高の賛辞だよ。真由美さん、来ちゃダメ、爆発する、もう限界だもん。トッチョは浜口と敵対する組織暴力団のボスであるが、何やら宗教がかった変質的な性格をしている。自然をも従えた太っちょの広大な力に驚く泉を十字架にかけて機関銃を撃ったり、地雷の上に立たせたりの拷問でヘロインの在りかを聞き出そうと躍起になる。爆発寸前、真由美が突如現れ、ヘロインの在りかと交換に泉を救い出す。山荘のテラスで豪華な食事の際、黒木が現れて泉を呆れさせる。黒木は太っちょに飼われている悪徳刑事で、警戒の厳しい成田空港で取り調べを受けそうになるとき、隣にいた泉のパパ高志のバッグにヘロインを投げ込んだことを自慢のように喋った。パパは密輸なんかやっていなかった。事件の全容を知った泉は
ほっと一安心。組長まずいっすよ。敵の網に引っかかっちゃったっすよ。いいの、嬉しい。もう佐久間さんと会えないと思ってたから。組長ダメよ、死んじゃすぐに死んで肩をつけようとするの悪い癖よ。直しなさい。組長、この土壇場で説教とはいい度胸ですね。惚れましたよ。太っちょの屋敷の廊下歩く萩原と泉の頭上に佐久間の声が響いた。泉を助けに来たのだ。手向かった萩原の足を機関銃で撃ち抜き、何十人という太っちょのガードの魔の手を逃れて舞い込んだのはなんと解剖室だった。追っ手に囲まれた佐久間は死を覚悟するが、勇気ある泉の言葉に励まされる。部屋になだれ込んできたガードと太っちょに泉たちは危機一髪。太っちょは泉を裸にして生体解剖をしようとする。真由美はそんな父を許せずに自ら銃を取って撃ち殺し、子分の者たちに三大地組の解散を命令する。もしもし。もしもし、誰なの？黒木さん？やられた。浜口物産にヘロインを取られた。もしもし、黒木さん？しっかりして。萩原の野郎が裏切りやがったんだ。畜生。泉ちゃん、あんた、いい娘だ。好きだったよ。バイバイ。どうしてなの？一握りのヘロインのためにどうしてこんなに人が死ななきゃならないの？金ですよ。それが何億って金に化けるからみんな狂っちまうんです。浜口の野郎、今頃ローションの瓶並べて笑いが止まらんやろ。佐久間さん。はい。マサさん。はい。一緒に行ってくれる？どうすか。浜口物産。浜口物産？殴り込みよう。本当に欲しいものはヘロイン。何？そこにあるヘロイン全部いただきますから。ほら動くな。ほらほら、はい、手や頭の上で組め。早瀬がドタマぶち抜くぞ。お前ら何をやってるか分かってんのか。快感。おい、グラ兄貴。グジョ、動かないで。兄貴、抱いてくれ、しっかり抱いてくれ。
営業中。まだ。あしゃ幸せやな。好きな人二人こなしてきつ抱いてもらって。わし。まだ。朝も死んじまって目高組これでおしまいです。ごめんなさいね。私が組長になったばかりに組を潰してしまったみたいで。とんでもねえ。おかげで最後の一花どんと花火みたいに咲かせることができました。死んじまったあいつらも先代に褒めてもらってお礼申します。いや他人行儀ね。もう他人っすよ。組がなくなりゃ組長は元のセーラー服のお嬢さん、私は佐久間さんはどうするの。東京離れてどっかの田舎町でひっそり暮らしてみようと思います。じゃあヤクザは切った張ったの家業から足洗います。本当にヤクザの世界は所詮後ろ向きです。仁義だ男だと力んでみても本音は先へ進むのは怖いんですよ。だからちっとも前見ようとしねえ。臆病なんですよヤクザもんは。そのことをね組長に教えてもらいました。組長はやめて。もうメダカ組はなくなったんだから。じゃあお嬢さん、おげん佐久間さんも。それから数ヶ月後、真由美は遥かニューヨークの空の下、復学した泉はまた元の生活に戻っている。高校生トリューたちと下校しようとしたある日のこと、刑事が遺体の確認をしてほしいと尋ねてきた。今さらなぜ。そこにあったのは変わり果てた佐久間の姿だった。悲しい思いに沈む泉。刑事が渡してくれた名刺に佐久間の新しい勤め先があった。東京市長のついでに泉に挨拶に来てヤクザの喧嘩の仲裁に入ってナイフで刺されたという。あんなに再会を楽しみにしていたのに、物言わぬ佐久間に限りない愛を込めて口づけをする。生まれて初めての口づけを中年のおじいにあげてしまいました。私愚かな女になりそうです。まる。ヒロイン星泉くんは本当にあらゆることに体ごとぶつかっていくキャラクターの持ち主でした。彼女を演じる私も全身でいろんなことを経験したのです。佐久間さんにキスを捧げるシーンがありました。リハーサルを何回か繰り返すのですが、なかなか体が動いてくれないのです。
恥ずかしいのです。カメラマンの宣言さんが上手に指示を与えてくれ、ようやく。映画のお芝居とはいえ、人前でこんなことができるようになっていく自分をちょっぴり寂しく思いました。そしてラストシーン、歩行者天国で賑わう新宿の街を赤いルージュを引いて赤いハイヒールで歩くのです。地下鉄の通気口から吹き上げる風にセーラー服のスカートをめくり上げる星泉。わっと集まってくる見物人。自分が俳優であることを忘れてしまうくらいの恥ずかしさを味わったのです。まるで見せ物の私。自分自身の心の中にいろんな迷いがあり、なかなか星泉になりきれていないのでしょう。何回かの本番を繰り返しても相米監督は OK を出してくれません。歩行者天国が終了するというギリギリの時間でのラストシュート、ようやく OK の声が聞かれた。近くのロケバスに飛び込んだ私は大きな声で泣いてしまいました。17歳の女の子としては泣かずにはいられなかったのです。そして映画はこの日でクランクアップでもありました。